FM キノワンから始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこうー7月27日水曜日時刻は午後10時を回りました皆さんこんばんはハウリングしてる大丈夫 <laughs> 今今日日も、今日もトラブル。<laughs> <laughs> そのまま続けていきましょうねはいえー、沖縄県の作家を盛り上げていこうパーソナリティーの小浜直人でございますはいはいえー、7月もね今日今週7月の放送もね今週でちょっと終わりなんですけどあのー、いつも通りねちょっとバタバタしながら放送を進めてるんですが今月はねあのー、キッズカテゴリー沖縄県のねキッズカテゴリーっていうお題で、えー、お話ししていたんですけどあのー、後でさちょっと名言をさわしないといけないんですけどあのー スポンサーの <laughs> スポンサーの名前がさああ変わっててその辺をねあの <laughs> 番組で急遽ちょっとお知らせというか、はい、宣伝させていただけたらなと思いますので皆さん、はいえー、お付き合いしていただけたらなと思いますよよろしくお願いしますねはいはい、えー、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうは、えー、サッカーを中心とした情報バラエティ番組でございます、えー、沖縄県のサッカー情報はもちろん、えー、日本代表からフットサルビーチサッカーそして女子サッカーやキッズまで あらゆるサッカー関連のお話の中、毎月お題を決めて、ワイワイ楽しく会話をしていきましょうという、まるで居酒屋さんで飲んでいるようなゆるい番組でございます、えー。午後10時までどうぞお付き合いください。この番組は、あなたの専属トレーナーになります。エフラボ、セッコツイン。真心、ビミでご提供、居酒屋、マジュン。氾濫中央のハンバーガーショップ、チムフガス。以上、各社の提供でお届けいたしますよ。皆さんよろしくお願いしますね。 はいはい早速ですがゲストを紹介したいと思いますよあなたの専属トレーダートレーナーここでここであなたの専属トレーナーになります沖縄型接骨院からフ、えー、ラボ接骨院に変わりました高木明さんですああごめん今日もマイク入れてなかったはいどうぞお願いしますあ高木ですよろしくお願いします <laughs> お久しぶりですねお久しぶりですあああれだねサッカーで会うよりもこの番組で会う方が今年は多いみたいな感じだね多い <laughs> ですね <laughs> んていうのあのこのスポンサーさんになってもらっているにもかかわらずこの解明してたことを知らなかったというお伝えしてたつもりだったんですけどねすいませんねちょっとした手違いがあったかもしれない俺の心構えがこのスポンサーになってもらってるという心構えがいやいやとでもいいうことですよろしくお願いしますどういうことなんですかあれですよね 場所は変わらないんですすね場所は一緒でで、ねはい、なんでまたこの解明したんですかえっとまあもともとこうはい、はい、独立するタイミングがありましてもともと雇われでやってたのを独立するタイミングがありましてはい、はい、それを気に変えるつもりだったのがちょっと今になってしまったっていう感じで。そっか、はい 独立してからはちょうど1年ぐらいですか1年半ですねおうん、はい、このなんかタイミングとかをちょっと測りながらあそっか引っ越しするとかも言ってたもんねそうですねはいじゃあ引っ越しせずはい、えーっはい、名前を変えて新規一転とはい、はい、おこのエフラボとかも考えてたんですけどはい、はい、ちょっとこういろいろありまして 最終的にはリニューアルんかいろいろありそうだけどこれはじゃあここで喋らないでおきましょう,、ね、<laughs> うこれ居酒屋でないじゃんはい終わっちゃいます <laughs> なんでまたこの F ラボっていう名前にはいえっと F ラボのラボはですね、はい、研究所とかそういう意味があるんですけどはい、はい、で F というのが、えっと、いくつかの言葉の頭文字を取りまして <laughs> 一つがフォーム姿勢ですねはいはいおおんかせ骨院っぽいなせ骨院ですあはい二つ目がえっとファンクショナルっていって機能的なっていう意味にほうほう三つ目がえっとファシアっていって筋膜っていう意味なんですけどなんかあの腑に落ちない言葉がいっぱいはい。最後につなげようと思いますああはいはいそれからそれから 4つ目がフットボールですね、はい、のこの4つ目なんですけどサッカーバカはじゃあ健在なんですね<笑><笑>ちょっと離れてますけど違う部分でくっついてきてますこの、えー、以前、ね、ここで、あのー、来ていただいた時はこはサッカー関連の怪我についてっていろいろお話ししてもらったんですけどはい、はい、そういうこともじゃあの継続して続けていくそうですねもちろんですはいそうなんですね そうか皆さんあの、ぜひね、エフラボ接骨院、えー、これからもよろしくお願いいたしますね。はいはい、で、あの o k i さん、はいあの、名前がね、また新しくなって、エフラボ接骨院としても、はい、新たなことを取り組んでるということだったんですけど、そうですね、はいえっとまあ、フットボールという意味合いもありますので、サッカーの方でうでいろいろこうサポートさせていただく機会が増えてきまして、はい、で最近ではあの少年サッカーの。 チーームのサポートにも言ってます少年作家のチームのサポートはい,はい、はい、皆さん、ここでね 2> <laughs>、あのー、<laughs> 第2のゲストの紹介を、はい、急遽ね今日バタバタしながらもゲストが2人、はい、参加してくれたんですけど、あのー、このエフ、えー、ラボー接骨人として k o k さんが、えー、キッズの,キッズになるのかなのチームの,、ね、あのサポートをやってるっていうことなんですけど、えー、このサポートしているチームの、えー、代表でいいのかなはい 代表になります。すませんじゃあ、改めて名前自己紹介お願いします。はい、はいさい。<laughs> 滝原東フットボールクラブ代表のいげいと申します。はい、どうも皆さん、こんばんは。いげさん、こんばんは。こんばんは。<laughs> もう、そうですね。あの、キッズ見て長いですよね。そうですね。もう5年ぐらいになりますね。<ー>はい、なんか、初対面の頃は子供好きってイメージがあんまりなかったんですけど、ね。<laughs> そとですね、見た目はもう怖いって言われるので、<laughs> もう子供たち寄ってこないんですけどね。<laughs> そうなんですか、はい、先週までね、あの番組で、えー、この先週、まあそっかあの、キッズカテゴリーっていうお題でお話ししてたんですけど、はい、そのときはあのあの、同じね、儀南高校の、えー、卒業生の、よへなかつやさんが、えー、来ていただいて、またキッズカテゴリーのいろんなお話し,してたんですけど、うん、なんかちょっとつながってる感じが。 この滝原では、この幸喜さん招いて、どういった取り組みというか、何かかやってるんですかはい、えー。まずはですね、えー、選手がこう選手の怪我を未然に防げるように、えと体の柔軟性チェックとか、ね、はいはい、あと、まあ、監督には言えないヒアリングだったりとか、<laughs> そういうのも含めて。 はい、全般的にサポートしていければなと思ってま監督 <laughs> に言えないヒアリングっていうのはね、まあ、いろいろできますよ、ね <laughs>。いろいコーチはやっぱり怖いというますが、ね、そうなんですね、あの <laughs> 以前ね、ここであのお話ししていただいたときのお題、はい、あ話題の一つでもあるんですけど、これだけ、ね、沖縄県のサッカーの環境が変わってきて、 あの競,技競技人口ががんと増えて自分と幸喜さんでお話しした時も中学,校中学生から、はい、もしくはこの小学生からこんな怪がするのかっていう子どもが、ねねはい、やっぱり増えてきている中で、はい、このそういった怪我を未然に防ぐことが、はい、あのこの、ね、子どもたちの夢をつなぐというか本当にねこの土台になる。 でいきますからね。はい。うん一個壊れるとどんどんもう積み重ねていってしまうんで、その分引退とかも早くなってくると思うんで、うんはい、はい。やっぱもう今の時代は少年サッカーのうちから体のケアもあのー、付き合っていかないといけないと思いますね。<ー>はい。<し>素晴らしい。<laughs> <laughs> 実際あれですか、この伊形さんもこの滝丸でスクールこの五年ですか。 えー、長い間やってきてると思うんですけど子どもの怪我ってなかなか分かりにくい部分とかあったりするじゃないですか、はい、うんやっぱり勝つことに子どもたちも含めてやっぱりそうなんですけどね勝つことにこの集中してるというか目の前のものを目標にしてる中で、はい、まあ俺らもやっぱりそうなんですけど子どもの頃怪我って、ね、あんまり口に出すって言えることでもないですしね。そうですね言いいいやっぱ痛っって言ったらはい、はい 試合に出れないとかい子供なりの葛藤があると思うので、ねはいはい、うん難しいところです、ね、そうですすねねそうこの、あのー、子供たちがやっぱり今、井手さんが見ているこの滝原のチームでは、はいあのー、子供たちって大体何名ぐらいいるんですか今、チームは15名いまして6年生が5名。はいはい 4年生以下で10名います,、はあ、すごい、もうクラブチームとしてこの大会、大会に出てるような感じですか。すねはいはあ、すごいですね、滝丸はねあの、社会人のチームもありますしね、連動してやってる感じですよね、そうですね、つなげていきたいですね、大人まで。あ,あゆくゆくはそういう目標もあったりするんです、ねはい、もう一番の目標はあの、J リーグを目指してますので。<ー>はい、じゃあ あの高原さんにも言っおきまますす願いしなので、はい、そうなんですね、はいうん、でも、あのー、さっきもちょっとお話ししたんですけどこの沖縄県のサッカー事情というのがだいぶやっぱりここ十数年でガクンとなんか上がって、はい、環境ってとっても変わってると思うんですけど、はい、うんなんて言えばいいのかな。 子どもたちの意識みたいなものもやっぱり俺らの頃とはやっぱ全然違いますかねそうですね、今、やっぱクラブチームが増えたり、うんうん、結構選択肢が増えてきて、やっぱり結構いろいろなどこのチーム行ったらいいんだろうって悩みだったり、結構悩みはよく聞きますね、子どもたちの。 いいい環境ななのかもしれないです、ね、選択肢が多いっていうのはね,ね、はい、この先週、先々週とこの、えー、ヨヘナさんともちょっと話してたんですけどこのの学校のチームが小学校のチームがあって、はい、またあの別でねクラブチームがあって、ま、たそれとは別でまたスクールがあってと、はい、いろんなあの選択肢がある中で子どもたちが選べるっていうのはうんとてもいい環境に近いのかもしれないですね。 コウキさん、ずっとうなずいてばっかりですけど。<laughs> 実際、この滝丸の子達、あのー。なんていうんですかね、サポートして。何か。やっぱり。感じる部分とかってあったりします。ああ、でも、のびのびとやれてる。ってのを感じましたね。おお<う>。はい。コーチのおかげ。あのー、間違いない,い。<laughs> <laughs> イゲコーチの手腕。の下で座ってるんで、やっぱりのびのびと。これも、じゃあ、あの。ヒアリングで聞いた,たい。<laughs> はい、そうですね。<laughs> あとやっぱり道溢れてるもんがありましたね。<あ>体から出てきてるもんがありましたね。この、あ、こ、高知のですか。いやいやいや、高知 <laughs> はもうちょっと怖いオーラしかすいません。あの相変わらずですね。ちょっと時間の調整ができないので、ここで一旦ちょっと C. M.、C 入れておきましょうね。 はいはい今週はですねちょっと予定を変更してはい a、えー、エフラボ折骨院の a、えー、コーキさんとはいた気、えー、バルのですね a、えー、イゲさんをお招きして、えー、ラジオを進めていますよここでですね県内のちょっとサッカー情報をいろいろお話ししたいと思いますあの今週の日曜日に a、えー、開催予定です開催 はい、予定、予定開催します。はい、<laughs> FCD 級のはい、えー、1万人サッカー祭りですね、えー、7月31日日曜日、えー、県総合運動公園陸上競技場にて、セ、えー、レッソ大阪の、えー、アンダー2 3以下のチームとですね、えー、午後5時か、午後5時よりキックオフで、はい、えー イベントがありますのでね、ぜひ皆さん、あのー、このイベントにね参加していただいて、FC 琉球の応援していただいたらなと思いますよ、皆さん、よろしくお願いしますね、実際、FC 琉球、今年ねあのー、調子いい時期もあったんですけど、ここ数試合はこの連敗したり、うーん、今年はになりまはかねになプチ情報ですけど、はいはい、琉球ボンバーゼが復活するそうです。 これプチなんすか<ー> <laughs> じゃ,あじゃあボンバーズの方のケアはぜひエフラボであとですねいくつかちょっとお話ししたいのがあの高校総体のさ、えー、サッカーの1回戦が実は今日ありましてどこ行ったかな那覇西が沖縄県代表で出ていたんですけどはい、<っ>資料がない。 はいいどこに行ったかななごめんなさいもう好頭であの2ゼ0でですね神奈川県代表のチームに今日は負けてしまっていたのであの那覇西高校はえ初戦の敗退となっていますがうんやっぱりね、あのー、那覇西この高校総体、県では PK があったり大逆転があったりっていうものもあったんですけどやっぱりいろんなところでお話聞いても那覇西高校はやっぱ軍を抜いててあのー、次のね もう選手権に向けての、あのー、評価とかもやっぱりが然と他の高校よりは高いのでうんまたね県の予選とかはここでお話ししながら、うんえー、皆さんと一緒に盛り上がっていきたいなと思いますよ。あの高校の時のねちょっとお話としてちょっとつながるんですけど、はい、実はあの沖縄県出身の、えー、J リーガーですけどあのガナハ一輝選手が、あのー、俺をこれ分からなくてからさ情報は結構見てたんですけどこの 試合結果のオーダー表のところに、フォアガラハ選手、フォワードじゃないですかです、ね、僕もそこはチェックしてましたよもうフォワード欄をずっと見てたのに、であの掲示板とか見たら、ガラハ、試合出てるとか出て、い出てないはずだけどなって、<laughs> よーく見たら、センターバックでここに試合出てるんですよ。でびっくりしてあのし、まあね、チームがちょっと怪我人が多くてあの、急増センターバックをここに試合やってて。 であのー、最初の試合の時はさすがにねちょっと足をつってあのー、後半途中で交代してるんですけど、うん、前節はフル出場センターファックでフル出場して<ー>勝利に貢献してますか1-0で<ー>想像できませんね無失点無失点この<れ> <laughs> 全然大丈夫よ <laughs> よくあるよくある <laughs> 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 この技能湾高校の なんていうの黄金世代をあの支えてきた時にガラン選手と一緒にプレイしてたセンターバックの僕センターバックだったんでコークアキミスさん僕の背中を見て多分センターバックやったと言っても過言ではないそうっすか訂正します20年前の話すごいですよねでもねあの 自分も映像をやっぱりあのちょっと掛け集めてみたんですけど、このなんていうちょっと様になってるというか、あ<ー>うん、やっぱりたいあのフィジカルはやっぱり強いさはねあね<ー>、ちょっとびっくりした。<ー>うん、バチバチに当たってましたか。もうやってたやってたもう、うん、体張ってびっくりした本当に。うん、あのただ一人オーダー表でさ、フォワード九番なのにあの三 <laughs> 番目ぐらいに <laughs> ガスキーの名前があって <laughs> おいなんだこれみたいな。<laughs> 急増でこの本当に怪我人がちょっと多くて、あのー、なんていうのかな、急務だと思うんですけど、新しい選手の,この加入が、たまたまあれあの、一時期はちょっと上位にいたので、うんあのー、ちょっと頑張ってもらいたいなと思うんですけどね、うん、そうですね、こうきさんとガナ選手は同級生同級生です。す、はい、さんは 自分は二つ下になりますね1個下 1>、はい、じゃあガチでガチで怖かった先輩ですねもう、ね、ケツアタックされてる <laughs> 吹っ飛ばされましたね <laughs> 練習中はああプレーとしてですよねはい <laughs> <laughs> そうなんですね <laughs> はいあのー 俺がねちょっとサッカーばかであの議論高校出身でただ議論高校出身のこのゲストがさこの番組多,く多すぎてからさ他の人たちもみんな出さないといけないなっていうのはあ,のあるんですけどいろいろまたお話していきたいなと思いますのでねはいであと1個県内の情報としてですねあのさっきちょっとお話が出たんですけどあの高選手が 代表あと監督を務めています沖縄ファの、えー、沖縄県の,、ね、あの県予選を、えー、あちょっっと待ってよ九州社会人サッカー選手権大会の、えー、沖縄県代表として、あのー、九州大会に臨むんですけどこの SV の試合あー s ファの試合が、えー、今度の土曜日でまた、あのー、翌日31日の日曜日と、うん、ありますのでこのそこで勝つと九州代表としてまた、あのーえー、本大会に 出場とかもありますのでね、うん、ぜひ勝、あのー、っていただいて、はいえー、ここでね、また嬉しい報告させていただけたらなと思いますよ、皆さん。うん、このやっぱり FC 琉球が沖縄に来てもやっぱり、ね、できて長いんですけど、あのー、沖縄アイスファーがまたできて、新たなこの流れができるというか、うん、うん沖縄の環境ってとってもね、 変わっていけばなと思う部分もあるんですけどね、俺がこ,ここでこんなこと言っちゃも,もちろんダメなんですけど、このなんて言えばいいですかね FCD 級が出来上がった頃は、見,見る側、俺ら側の心構えとかもまだなくて、見てる方も素人でって感じだったんですけど、この沖縄スパーの試合を公式戦初めて。 沖縄でやるときに、自分、会場見に行ったんですけど、なかなか、うん、見てる側も良かったです、何言ってるか分からないですねい、<laughs> あの見てみないと分からない、ちょっと面白かったですね、ちょっと応援していきたいなっていう部分が、うん、あるので、<laughs> また、そうですね、<laughs> 自分からしたら、もうライバルでしょ、ね、<laughs> <laughs> 目線が違う。<laughs> ガチガチでじゃあ、ガ <laughs> <の>ガチガチでまずはじゃちょっとあの呼び出してから話し合いかな <laughs> <laughs> お願いします <laughs> えっとですね、あのすいません、えー、コメントが来てたのに、だいぶ前に来てたのに、すいません、脳内内ちなさんから、えー、こんばんは聞きましたあ、来ましたよって、はい、もうすいませんね、番組も終盤になって、<laughs> えー、今夜は聞く方に専念しようかなって、もう大丈夫ですあの、来週は参加してあの、ここに来てください。<laughs> 一緒にね、いろいろお話ししてくれたらなと思いますよ、よろしくお願いしますね。はい、えー、っとですね、ちょっといろいろお話ししてきたんですけど、今週もですね、もうちょっと時間が残り少なくなってきましたが、あのー、久しぶりにラジオ出てくれて、あの o k i さん、はい、あれですね、もう慣れたもんですよね。<laughs> いやそいやそんなことでです <laughs> 心臓飛び出てきう今も <laughs> 全然そんな風には <laughs> <laughs> そうですかあえっ、ー、と絵フラボーとしてねあのちょっと名前がまた変わって、えー、新機一転してると思いますがあの番組でもねいろいろ紹介していきたいと思いますので、はい、これからもよろしくお願いしますよろしくお願いしますきょうちょっと初出演となりましたはい井桁さんはいなかなか <laughs> 緊張した幸輝 <laughs>、はい、<laughs> さんとは違って <laughs> 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 なんか喋りたいこと喋れましたいいやいっぱいありますからね、きょうはもう、k o k さんに、もうメインはコウキさんですからね。<laughs> あれですよね、実はあの俺がね、あの9時半にここで待ち合わせして打ち合わせしようとか言いながらね、<laughs> 俺が5分前に来るという、このノープランで始まった今日の番組、<laughs> 二人にも大迷惑をおかけして。<laughs> いやいやなんとかなれましたね。あ <laughs> <laughs> ありがとうございますあのこのこ、ね えと先週まで出てくれてたあた AC クレアというこのスポーツクラブを立ち上げた、えー、ヨヘナさんも、このイゲイさんと一緒にまたここでいろいろお話できたらなということも言っていたのでいいでですすねねそうサッカーの、ねはい、お話をいろいろしていけたらなと思いますよ、皆さん、よろししくお願いしますね,、はいえー、とですねまた野内内内さんから来週から、えー、オリンピックのネタで盛り上がれますねって、うん、始まるね。 始ま,ります、ね、うちなんちはちょっと出てないけどね <laughs> <laughs> そっかそうですよねうちなんちしたね。あえっ、ー、と誰でしたっけコウロキ選手と藤原選手あと一人だっけ塩谷だっけ、えっと、塩谷,塩谷ああそうですねどうなりますかねどこまで <laughs> うんいい結果でまたね盛り上げてくれたらなと思いますけどうん、うん、そっかあのー この脳内内ちさんとかが言うネタをはい勉強してまた来週にはいつなげられたらなというこのたりき本願な番組なので <laughs> 皆さんねまたぜひ聞いてくださいよろしくお願いいたしますはいえー、っとですね今週もまたロスタイムが残り一分少々となってきましたので、えー、皆さんね今週もお付き合いいただき本当にありがとうございました喋り忘れはないですか大丈夫ですか大丈夫ですい気 <laughs> さん大丈夫ですかいっぱいあります。<laughs> <laughs> じゃあまたね。来週再来週とまた出てくれたらなと思いますよよろしくお願いしますねはい、えー、一旦ですねここで締めたいと思いますこの番組はあなたの専属トレーナーになりますエフロボ折行全員真心ビミでご提供居酒屋魔純反乱注意のハンバーガーショップチムフガス 以上各社の提携でお届けいたしました。はい皆さんあの来週もですね居酒屋さんで飲んでいるようなゆるい番組を、えー、お届けしますのでまた来週聞いてくれたらなと思いますよ。はいはい残り時間、えー、わずかになってきましたがあの来週はまた浩樹さん、はい、一緒に、はい、イケさんも来週もちょっと緊張してるっぽいね <laughs> 来週はあの,あのビール持ち込みで。はいはいじゃあ、ま、皆さんまた来週です。えー 짠해 <laughs> <laughs>